はい、AKB48 チームメイト。はい、AKB48 愛媛県出身の高岡薫です。よろしくお願いします。マジで？ちょっと待って。え？ちょっと一瞬待ってね。先ほどなんか手塚治虫の特集、手塚治虫さんの特集やってるって聞いた。ちょっと見ようかなって一瞬思ったけど、テレビのリモコンがすぐに見つかんないからやめました。諦め早っ。もしあのご覧になられた方いたら、どんなこと話してたか教えてください。はい、本日もオンラインお話し会でございます。2日目、今日はね、あの押し増しが使えないっていうことで、まあその本当に今日は特にたくさんの方が申し込んでくださったということで、ありがとうございます。嬉しい、幸せ、楽しみ。そう、完売、おそらく完売っていうことだと思うんですけど、ありがとうございます。向き、あ、すごい白飛び。そう、なんか私もなんか一部ぐらい完売目指したいなって思ってて、でもなかなか完売目指したいのでお願いしますとは言えず、うんって感じだったんだけど。そう、あんまりなんかそんなに言わない方がいいから、そう、ちょっとなんかでも一回ぐらいはちょっと目指したいなって思ってたからさ、でも本当にありがとうございます。嬉しい限りでございます。今日はね、ピューロランドのカチューシャとあのツインテールっていうことで、一応あの私ピューロランドのカチューシャはポムポムプリンとキティちゃんのがあるんだけど、キティちゃんの方でいいんですよね。私もう今日そのつもりでいて、多分それでいいんだよね。多分キティちゃんの方でいいよね。まあ、あとはツインテールを頑張る、頑張ってちょっといい感じにする。まあでもなんか今の今日今の長さだな、どうなんだろう。でもまあカチューシャするからあんまりねアレンジとかはしなくていいと思うんですよね。そうだからまあ一応ね頑張ってあのウェーブ巻きぐらいは頑張ろうと思うんですよ。さすがにストレートだとね幼くなりすぎちゃうから。まああとはお話し会始まるまでに巻きが取れないことを祈るしかない。それが一番怖い。もう私は本当に巻きが取れやすいから、もうスプレーでガッチガチに固めてやんよ。はい、
本当はね、なんかあれもつけてみたかったんだけど、そう、今ピューロランドでやってるフラワーピューロで新しく出たカチューシャもつけてみたかったけど、ちょっと今回はそれまでにピューロランドで遊べることが、まあ、なかったって言ってもいいので、そう、この前そのトーコと遊びに行った時はね、パレードだけ見たからさ、そう、ピューロランド自体では遊べなかったんですよ。そうだから、でも今度はまた2人でピューロランドで遊ぼうぜって言ったんで、フラワーピューロ中に遊びに行こうって約束したんで、ちょっと気になってるんだよね。今日は左右があります。で、まあ今日は10時半まで配信なんだけど、夜も配信するんで、ぜひ見てくださったら嬉しいです。で、多分今日はちょっとオンラインお話し会ではちょっと見せれないかもなんだけど、一応できる限りのピューロランドコーデ、ピューロランドコーデって言ったらちょっとあれなんだけど、なんか本当はね、キキララの去年だったかな、一昨年かに自分のタンプレに買ったキキララのを着ようかなって思ったんだけど、長袖だしちょっと首も詰まってて暑そうだから無理だなって思って普通に半袖です。ケソもめっちゃ可愛い、ありがとうございます。あ、すごい白飛び、あー白飛びがすごいね。お手がもう見えません。でも朝はちょっとね早起きして、でももう全然ね動けないでぼーっとしてましたね。はい、毎朝そんな感じ。今日も歩こうかなって思ったけど分かんない、ちょっとね昨日頑張ってストレッチはちょっとでも足を伸ばして頑張ったんだけどね。そう、あ、でもキキララの服はね一回オンラインお話し会では一応着てはいるやつです。まあ知ってるか、インスタに載せてるんで、ぜひあれね着てピューロランド行きたいなと思ったけど、ちょっとあれがちょうどなんかそのあれ着てちょうどいい気温の時にピューロ行けなかったからさ、あれ着れる日はいつ来るんだろうかって思ってますね。そう、昨日は結局何キロ歩いたか調べたら10キロだった相当歩いたなって思ったよ。ナルタオチャンネルでパフォーマンスに惹かれて見に来ました。ありがとうございます。すいません、こんなドスッピンで、あと髪もねあれなんですけど、よかったら今日も夜配信するんで、その時メイクバッチリだからぜひお願いします。そう、なんか結構歩いたから今日別に歩かなくていいかなとか思うけど、でもちょっと頑張りたいなって思いつつ、でも昨日ほどは歩けないかもしれない昨日ほど歩ける自信がないよ。まあそれかもう今日頑張って明日何もしないでいるかそれのどっちかですね。でも私が今まで生きてきて一日でいっぱい歩いたのは
42.195キロです。だよね、確か。あれ合ってるよね。確かその 42.195キロ が愛媛マラソンの距離なんですよ、確かね。そうで、それでうちの学校、その時通ってた中学で、その毎年希望者なんですけど、これは 42.195キロ を歩こうっていうのがあって、そう、で私はもう朝超早起きして、でも結局歩き始めたの何時ぐらいなんだろう、まあ、6時は嘘かもだけど、まあ、まあ途中で休憩も入れながらね、 42.195キロ を歩き切りました。あの日が一番人生で歩いた日でしたね。さすがにもう足痛すぎたけど、あ、体重の話ではないんだけどね。そう、今思うと確かになかなかハードなイベント。確かに、でも大体希望者はいるんですよ。で、どっかの学年、まあ中1、中2、中3どっかの学年は全員参加だったんですよ、確か。私全員参加の時に参加できなかったんだけど、そう、中1の頃に希望して歩いたらめっちゃ大変だった。足に豆できそう。いや絶対できたと思う。もう覚えてないんだけどさ、当時のこと。どれくらい時間かかる？まあ、何時から歩き始めたかによるけど、まあ、だいたい夕方6時ぐらいまではかかった気がする。そんなに遅くはなかったか、4時ぐらいまでかな。でも10時間かかったかかかんなかったぐらいじゃないかな、確か。山手先週とほぼ同じ。マジで？それは初めて知った。じゃあ私は山手線を一周したってことか。で、なんかやっぱ人とおしゃべりしながら歩くのが一番いいなって思いますね。もちろん音楽聴きながらね歩いたけど、やっぱ人とおしゃべりするのが一番楽しいって思う。今日は歩くかどうか悩んでる。いや、歩くには歩くんだけど、たくさん歩きたいけど元気あるかどうかなんですよね。あ、ちょうどいい温度。
そう、どっからどこまでって決めて歩くのもいいなって思うし、まあでもそれがいいのかな。まあ頑張りたい気持ちはあるけどね、頑張りすぎたらダメだからね。まあわかんないや。まあちょっとその時の元気で決めますね。さあ、まあ今話せるのはそんな感じかな。出た、今日もあくびだ今日もあくびしちゃった。今日ねご飯調節頑張ったら明日から元に戻せる。お菓子食べる明日は明日はお菓子食べるよ、頑張る。そう、まあ普段もね一応ご飯は気をつけて食べてるんだけど、特に昨日今日はねちょっといっぱい食べたから、おとついとかに。だから昨日今日はちょっと調節頑張って、普段ご飯健康に気を使ってるメニューでも一応私が食べたいもの食べてるから、ちょっとそれはやっぱ我慢するのはきついからね。でも明日は解禁です。素敵なお声、嬉しい。声を褒められるのはねすごい嬉しいです。でね、私最近これいろんな人に聞いてるんですけど、やっぱ私大体食べ過ぎた次の日はその一応いつも以上に健康に気を使って頑張ろうとか思って、でまあ一応なんかネットでいろいろ調べたりしてるんだけど、大体次の日食べ過ぎた次の日の過ごし方として早く寝ましょうって書いてあって、でも早く寝るって何時からが早く寝るなんだろうって思って、まあ10時ぐらいとかなのかな。でも絶対に無理っつったし、そんな早く寝れないと思って、そう結局昨日は23時半に寝たんですけど、そうなんですよ。なんかそういう場合の早く寝るって一体何時のことなんだろうかってね毎回思うんですよ。そう、皆さんの意見を聞きたい。そうで、私の場合はね、だいたい6時間ぐらいで起きちゃうから10時に寝たら4時とかに起きるのちょっとさすがに早すぎだなって思ってそれは嫌だって思っちゃう。みんな早い、10時は早い、無理無理無理、寝れない。やっぱ無理だね、私無理です、寝れない早くは。まあでもやっぱそれぐらいだよね。9時か10時かな、まあでもそれぐらいだよね。まあでもやっぱさえもう
最後はもうそれ人それぞれになっちゃうんだろうね。でも私の場合はそんな早い時間に寝たらもう次の日の早起きはえげつないから絶対に無理ですそう、そうなんですよ。もう6時間しか寝れないからさ。まあそうなんですよ。だからまあ23時でも普通ぐらいなんでしょうね、おそらく。でも無理、そんな早くは寝れないよ。そうそう、まあでも本当は昨日23時ぐらいには寝たかったんだけど、結局23時半にはなっちゃいましたけどね。普段のちょっとあのちょっとだけ早めに頑張って寝てみたよぐらいの時間に寝ました。そう、本当にね、これは長年の悩みですけど、7時間は寝たいよね。まあなあ、いやまあなっつっても特に何もないんだけど、はあ、そうそう、夏はね、もう日昇るの早いか、私あのやっぱ最近やっぱ気づいたんだけど、本当に朝日の明るさで寝れなくなっちゃうんだね。やっぱもうね、寝つきがね途端に悪くなって目覚めちゃうから、早く何かしら対策を取らなければと思っております。今日ね朝パッて目覚めたら4時半で、待った、さすがに眠いから寝かせてってなりました。なんか一応ね家族にも相談したら、でもその時間に起きるってことは寝れてるってことなんじゃないって言われたんだけど、やっぱしんどいし眠いから寝れてないんですよねって思った。でもさ、そう最近いい睡眠を心がけようと思って、2日3日頑張ったら1日はもうね寝る前にめっちゃスマホペーって見ちゃうからね。なんかもうそれを繰り返してる私は周期でなんか3日ぐらい頑張ったらもう一旦ちょっとプツンと切れて、あーもう今日はスマホ見ちゃえみたいな感じになる。でもね、なんだったらちょっと若干眠いんですよ今。そこまでじゃないんだけど、だから本
当にねちょっと爆睡しすぎて悩んでるっていう人がいらっしゃったらもう足して2で割りたいぐらい本当に絶対足して2で割ってちょうどいいと思うのよ。でも最近はそのもう寝る30分とか1時間前ぐらいにはスマホ見ないようにして、なんか来てどうしても気になるときはめっちゃ薄めで見て、あーもう大丈夫かって思ってやってる。めっちゃ薄めで見る。でもそうなんですよ、基本的にねあんまねすっきり目覚められない、ずっと眠い時間が続いてるんですよね。そうもうねそれはね絶対にね足りないっていう証拠なんですよだけど起きちゃうっていうね、もう一体どうなってるんだ私の体はって思っちゃうわ。うふ。でもあれじゃん、本当になんか休養のさ連絡とかだったらあれだから一応ちょっと薄めで見るけど、あーまあ大丈夫かみたいな感じで、そうで大体次の日の朝返信するみたいな。意味ないかもしんないけど、がっつり見るよりかはまだいいかなって思ってますさすがにここで薄めやってねちょっとスクショとか撮られるの嫌なんでやんないけどさ、本当にもうこんぐらい読めで見てる。頑張って。めっちゃ鳥鳴いてた、チュン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 。まあ配信終わったらねちょっとそろそろお話し会に向けて準備をね始めなければと思っております。でもどうしよう、メイクするんだけどさコンタクト先につけるか迷うんだよね。あんまりコンタクトをね長い時間つけたくないけど、でも目のことを考えたらきっとメイクする前につけた方がいいんだろうな。でもコンタクト嫌だなってなるそう、そう本当に疲れちゃうコンタクトって。今コンタクトしないのにもうコンタクトしてるみたいな目の疲れだもん。それは多分単なるスマホの見過ぎですスマホ見ちゃう良くないとは分かっているけれど、あじゃあ今日はね一旦ここら辺で終わりにしたいと思いますので、じゃあまた夜、配信は夜やりますね。またじゃあランキングを読んでいきますね。13位飯田博之さん、12位マモさん、11位クーリーさん、10位まっちゃんさん、9位アンアッキーさん、8位もちもっちさん、7位 TKHKG さん、6位プレジョンさん、5位ロミツさん、4位夏目さん、3位ハチネさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。それじゃあお話し会で皆さん会いましょう。配信はまた今日の夜に。またねー。